ジム・フューリックはアメリカ・ペンシルベニア州出身のプロゴルファー。2003年の全米オープンゴルフ優勝者である。世界ランキング自己最高位は2位。1992年にプロ入り。1995年のラスベガス招待選手権で PGA ツアー初優勝。2001年8月最終週の世界ゴルフ選手権第2戦 NEC 招待選手権では 最終日にタイガー・ウッズと7ホールに及ぶ長いプレーオフを戦った。7ホール目をウッズが制して同大会に3連覇を達成したが、フューリックの粘り強さも高い評価を受けた。それから2年後、2003年の全米オープンでメジャー大会初優勝を達成。パー70のオリンピア・フィールズ・ゴルフクラブで8アンダーパーの大会大記録で優勝した。この年は8月の ビュイックオープンでも勝ち、自身初の年間2勝を挙げている。2004年のシーズンが始まって間もなく、左手首の手術により5ヶ月間を棒に振る。それを乗り越え、全米オープンの大会前年優勝者としての出場にはどうにか間に合ったが、この年は PGA ツアーで優勝できなかった。2005年7月のウエスタンオープンで2年ぶりのツアー優勝を果たし、 ようやく復活を印象付けた。2005年のダンロップフェニックス選手権にも9年ぶり2度目の出場をしたが最終順位は3位に終わった。2006年度は5月第1週のワコビア選手権と9月第2週のカナディアンオープンで優勝している。カナディアンオープンでの優勝によりフューリクは世界ランキングを自己最高の2位に上げた。 2015年4月14から 15RBC ヘリテージ最終比63で、周りトータルマイナス18アンダーパープレイオフの末、PGA ツアー4年ぶりの優勝を飾る。しかし2015年に韓国で開催されたプレジデンツカップに選出されたが、左手首の怪我で欠場。代わりに JB ホームズが補欠に回った。2016年8月には、 トラベラーズ選手権にて1ラウンド最小ストローク58という PGA ツアー記録を樹立した。2018年にフランスで開催される第42回ライダーカップではアメリカ代表のキャプテンに指名された。ありがとうございます。